放送局。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうと放送局のゆうとでございます。はい、ということで前回お伝えしましたが、今回から一眼レフですかね、でちょっとね撮影しております。はい、画質とか音質とかね、結構良くなったんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。ということでね、今日からこんな感じで動画撮影していきたいと思います。ということで今回の動画なんですが、ちょっとね自宅レイアウトの、まあ、草の表現についてちょっとねいろいろ、まあ、悩んでいてですね、まあ、いつも私ターフ、ね、パウダーっていうんですかね、カラーパウダーみたいな、まあ、ターフだったりコースターフなんかを使ってこう草の表現っていうのをいつもやっているんですが、なんかもうちょっとリアルにねできるものはないかなといろいろ探していたんですよね。そしたらねちょっと面白いものを見つけましたので、今日はそちらの商品をご紹介しようと思います。こちらでございます。じゃじゃーん、加藤さんから発売されております初めての草原、草原のスターターセットでございます。はい、こんなものを購入しました。なんかいろいろ入ってますけども、初めての草原ということで、これね草の表現がこれでね簡単にできちゃうみたいなんですよね。どうやらねここにボトルが、こんな容器がありますけど、この中にこの草ですね、これを入れて振ると静電気が発生して、これをねこう巻くと草がねちゃんとこう立ってですね、本物のような感じに仕上がるみたいなんですよね。でなかなかこういうことでターフとかじゃできないと思うので、ちょっとこれ楽しみなんですよね。で、これスターターセットということなので、一応ここにね糊とかも入っていてすぐに始められるんですよね。ということでちょっとまだまだね私も分かってないんですけども、ちょっと今日はこれを紹介しようかなと思います。それでは行きましょう、どうぞ。はい、ということで早速紹介していきます。すいません、お値段を言うの忘れていましたが、こちらのスターターセットのお値段がメーカー価格、1650円になります。はい、パッケージはこんな感じになっております。はい、裏にはこんな感じで使い方がね書いてありますので、結構わかりやすいですよね。イラストも書かれているのですごくわかりやすいです。こんな感じですね。でセット内容こちらに書いてあります。それじゃあ早速開けていきたいと思います。こんな感じです。まずこちらが、ボトルになりますね。この中にこちらを入れて振ってですね、静電気を発生させてこれで巻くという形ですね。うん、こちら裏にも使い方が書いてあります。ボトルの裏にもあって非常に分かりやすいです。でキャップがついていて、使う時はこれを外すんですかね。あ、こんな感じになってます。でここも外れるのかな。おお、ここももちろん外れて、でここに草を入れるって形ですね。でこちらが、草原、草ですね。でこちら正式に言うとブレンドみたいです。色がね最初から、いろんな色がブレンドされているということで、表現がすごく、まあ、豊かになるんじゃないですかね。でがもうねちょっと袋を触った時点で手にねついちゃってるんですよね。袋の外にちょっと漏れてるんですかね。おーマジか、ちょっと手にもついてる。でこのスターターセットにはこんな感じでブレンドっていうのが入っているんですが、実は他にもねこの草原シリーズ、日本の草原シリーズっていうのは、いろいろバリエーションがあるんですね。全種類ではないんですが、ちょっとねいくつか別で私購入しました。まずねこちら日本の草原の雑草色ってやつですね。結構濃いめの緑色、こんなものも別で売っております。あとこちら日本の草原の褐色ですね。結構茶色が混じった感じの色ですよね。そして、こちらはね萌木色ですね。結構明るいこう、ま、黄色みたいな感じの色になってます。これ個人的に良さそうな色だと思います。全部でね5種類ぐらい、あとからもう一つねあったと思うんですけど、全部で5種類ぐらいあるんですよね。これはそれでブレンドされているので一番こう使いやすいんじゃないかなと思います。でこちらが糊になりますね、草原のり50g っていうものが一つ入ってます。ちょっと英語でね書いてありますけど、で実は今回ちょっとこれを使おうと思ったんですけど、別でこんなものを買いました。これ 50g しか入ってないんですけど、まあ中身多分物は同じなんですけど、こっちは容量が非常に多いですね。なので、一応別でこんなもの買っちゃいました。うん、おこんな感じで、はい、見た目結構こう木工用ボンドに近い感じがねこうしますが、
実はこれね、木工用ボンドとはねまたちょっと違うみたいなんですよね。なんか木工用ボンドってどうやらこう表面から乾いていくらしいんですよね。なんですがこれはねその逆なんですかね。普通の木工用ボンドを使うとね、乾く前にこう草がどうやら倒れてしまうみたいなことをね、ちょっとお店の人が言ってたんですよね。わかんないですけど、やってないんでね。なのでこの草原のりを使ってやった方がいいみたいです。じゃあ早速、正直いまいちどうやってやるのかわかんないですけど、ここに書いてある、説明書っていうんですかね、これを説明を見ながらちょっと作業していこうかなと思います。今日ね実際に、テストで巻いてみるんですが、今日はなんかちっちゃいこうミニジオラマみたいなの作ってそれにやろうと思ったんですけど、そういうのがなかったのですいません、もうすごい手抜きで申し訳ないんですけど、ちょっとね段ボールのこういういらなかった部分をね、余ってたところを切り取って、この上に今日はね、巻いていこうかなと思います。はい、じゃあまずですね、1、蓋を開けて草原を適量入れますということなので、このボトルですね、このボトルの中に草原を入れていこうと思います。これかなりこぼれそうで怖いんですよね。ちょっとじゃあ開けてみようかな。このままこう入れると絶対こぼすんですよ。なので本当はね、錠子っていうものがあればいいんですけど、ちょっと家なかったのでこんなものを作りました。本当に紙をね丸めて作ったすごい適当なやつなんですけど、ここが細くなってるのでここにねこう入れます。この口が大きいところにこの草原を入れればこぼすことなく多分これで入ると思うんですよね。まあ、こういうのが錠子っていうものがね、100均とか行けば多分売ってると思うんですけど、本当はそういうのを買った方がいいと思うんですけど、なかったので買いに行く時間もないということなので、このままやっちゃいます。じゃあちょっと入れてみます。お、入ってるの分かりますかね。ちょっとね、紙にやっぱりね静電気ですでにくっついているんですが、ボトルの中にこぼさず入ってますね。これはこういう感じで紙を丸めてね、こういうの作ればこぼさず入れることができますので、これはぜひこういうの作ってやった方がいいと思います。もしくは買ってね、錠子を買ってね。はい、で2番はですね、草原を作りたい場所に草原のりを塗ります。草原のりをね用意して蓋を上げます。もう一つあるんでね、これも取ります。おー、これこぼさないようにね、筆を使って草原を作りたいところにこの草原のりをね筆で塗っていきます。ごめんなさい、もう適当に、じゃあ左端を、意外と難しいな、コツがいるね。うん、こんな感じです。でこれは一応ボンドと同じように、乾いたら透明になりますので、そこら辺は安心して使えますね。一応こんな感じで塗ってみました。使わないときは蓋を閉めます。はい、一応今こんな感じで、草原のりを塗りました。はい、そして3番ですね、蓋を閉めてボトルをよく振り8から10センチ離してプッシュします。静電気を起こすことで草や雪がふわっと仕上がりますということですね。じゃあやっていきましょう。これめっちゃ楽しみ、期待しちゃいますね。閉めたらこれをよく振ります。どんな感じで振ればいいんだろう。普通にじゃ振っちゃいます。どんぐらい振るんだろうな。はい、結構振りました、結構振りました。ちょっとね、どのぐらい振ればいいかわかんないですけど、結構振りました。じゃあ早速ね、キャップを外して、ここに巻いてみようと思います。キャップを外して、楽しみだな。本当にこれ成功するのかな、ちょっと怖いけどな。で、8センチから10センチを離す。まあ大体でいいと思うんですよね。じゃあこのぐらい離してプッシュしていきます。ウェーイ。おお、どうなんだろう、もっと入れてよかったかな。はい、結構今巻いてます。やっぱり結構あれですかね、草原のりをしっかり塗らないとやっぱついてない場所ありますよね。なんで多めに塗った方が良かったかな。そこら辺もやってみないと加減っつうのがわからないので。でこれね、あんまりこう強く押すとせっかく乗ったところも剥がれてか吹き飛んでしまいますので、ここら辺もちょっとなかなか難しいですね。はい、一応ちょっとね結構多めにやったんですけど、これでじゃあ余分なのを落としてみましょうか。よし、これでどんな感じになったか見ていきましょう。おお、あー、ちょっと失敗したかな。あ、ただすごいこの草がしっかり、立っていてですね、あー、触ると結構ツンツンするというか、あー、すごいな、本当に草っぽい表現になってます。わかりますかね、ここら辺触るとすごいツンツンしてます。
で、ちょっとすいませんね。ちょっと失敗してますね。やっぱり草原のりをもうちょっとちゃんと塗った方が良かったのかなっていうのと、あとまあ今回ほんと段ボールの上にこう撒いちゃったんで、段ボールの色がこう透けて見えてるんで、実際ジオラマでやるときは、ちゃんと下地の色をね、塗るとか、もしくは普通にこの草を撒くところに、最初にこう、カラーパウダーとかターフで巻いといて、それを固着させて、草原のりを塗って、草原を撒く。そうした方がうまくできるんじゃないかなと思います。で、ちょっとこれで終わってしまうのもあれなので、私の自宅レイアウトにも、早速一部ですけど、試しに巻いてみようかなと思います。はい、ということでね、試しに自宅レイアウトのこの隅っこの部分、ここにね、やってみようと思います。まあ、普段あんまり映んないとこなんで、失敗してもとりあえずは大丈夫ということで、ここにターフが巻いてある、この上にね、早速、草原のりを塗っていこうと思います。ちょっとさっき量が少なかったと思うので、さっきより気持ち多めに塗ってみます。はい、草原のり塗りましたので、今から巻いていきます。で、次は、さっきブレンドを巻いたんですけど、次はね、萌え木色っていうのをね、もうボトルの中に入れてありますので、ちょっと違う色でやってみたいと思います。じゃあよく振ります。はい、今度はね、さっきよりもしっかり振ったので、大丈夫だと思います。キャップを外して、早速巻いていきたいと思います。ちょっとね、紙を当てて、なるべく、こぼれないように。おお、あ、さっきよりいい感じ。さっきよりね、いい感じにちゃんとついてますね。やっぱりこの草原のり、ある程度つけないとうまくつかないのかな？さっきより多めにやったんですけど、今回は良さそう。おお、萌え木色もまたいいですね。黄色がかってて。ちょっとある程度ね、多めに巻いておきまーす。で、ちょっと今回ね、ジオラマなので、さっきみたいに裏返して余分なね、草原を落とすってことができないので、ちょっとある程度こう糊が乾いてですね、固まってから、掃除機かなんかで簡単にね、吸って、いきたいと思います。ちょっとこのまま待ちます。はい、あれからね、少し時間が経ってね、乾いたと思うので、ちょっと余分な草原をですね、掃除機で吸いたいと思います。で、次にこのままだと、まあ、色がね、萌え色、だけになってしまっているので、最初に使ったブレンド、これをですね、この上にまた、巻いていきたいと思います。草原のりをですね、この上につけて塗っていきます。今ボトルに、ブレンドの草原を入れましたので、また振ってここに巻いていきたいと思います。はい、あれからちょっとね、撮影する時間がなくて、ちょっと2日3日ぐらい経ってしまったんですが、一応こんな感じです。ちょっと他の風景もね、若干変わってますが、とりあえずこんな感じです。で、今から、乾いたので余分なね、草原をですね、掃除機で吸い取りたいと思います。はい、一応こんな感じになりました。いかがでしょうか。色合いがなかなかいいんじゃないかなと思います。まず最初に萌え木色の草原を巻いて、その後に乾いてから上にブレンドのやつをね、巻いたんですけども、そうするとこういう感じでまた違った色というかね、豊かな表現になっていいんじゃないかなと思います。で、しっかり、触ってみると結構ツンツンしてますので、しっかりこう草原が立っていてですね、いい感じになってんじゃないかなと、仕上がっているんじゃないかなと、思います。うん、近くで見るとこんな感じになっております。普通にターフを巻いた時の表現よりもこっちの方がね、よりリアルになってるんじゃないかなと思います。ちょっとね、触り心地がとてもいいですね。はい、ということで本日は加藤さんから発売されております初めての草原の、まあ、スターターセットみたいな感じで全部揃ってるものなんですけど、まあ、そちらを今回ご紹介しました。初めてねやってみたんですけど、結構思ったよりねいい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。本当に特殊な機械とかを使わず、本当にこのねボトルの中に草原を入れて振るだけで簡単に草の表現ができるので、
ジオラマ作りね、される際はこれなかなかいいんじゃないかなと思います。今までは本当にね、草の表現とかそういうのって全部僕ターフを使ったりとかね、フォーリッジを使ったりしてやってたんですけど、これを使うとね、さらにこう細かく表現できるので、なかなかいいんじゃないかなと思いましたね。しかもね、カラーバリエーション、いろんな種類もありますので、いろいろ混ぜて使うのもいいと思います。一つの色だけ使うっていうよりかは、いくつかの色をね、このボトルの中に入れて混ぜて使うと、自然な感じに仕上がるんじゃないかなと思いますので、もし皆さんもね、ジオラマ作り、草の表現、どうしようかなってね、困っていたらですね、ぜひね、こちらを使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。